ストライクショット。こんにちは、 X フラッグの中のサナパッチョとパナエです。タイミングにまだ迷いがさあこちらダーン、ストリートファイター5コラボ、コリン・ネカリ使ってみた。うわー強そう。おー出てます。反射レーザー L4。 おお、マオキラ M は乗ってくる。うんうんうん、よっ、これは入ってるよ。弱点に入った。思いっきり入った感じしたね今。うん、えい、おお、ストライクショット、はい、行こうと思います。触れた最初の敵で爆発注意の敵を巻き込み大ダメージ、魂の献上。つまり弱点に当てればいいんですね。うん、最初がうわーうわーうわー、キラー乗ってる。212万、すごいすごい。はい、ステータスはこちらになります。アビリティトリプルになるって、魔封じが魔人と魔族に効くから。魔族ですね。ほう、魔に強いんですね。魔にはもうめっぽう強い。魔にはめっぽう強い。もう自らもちょっと魔っぽい感じの闇のオーラを放っていますが確かに。で、あ、降臨キャラには珍しいですよね、反射レーザー L。 ほとんどないんじゃないかな。4、うん、闇だとそんなにいない、いないと思いますね。ストライクショット強かった ね、 ね、20ターンであれ打てたらかなり割と ね、もう魔に対してはかなりいいんじゃないかな、ね、魔で今のは魔王で光属性、うん、逆属性であれぐらい200万以上出てたという感じだったんですけど、うん、はい、っていう感じですね。そうですね、攻撃力もやっぱパワー型だから高いね。高いですね、うん、HP 満身だね、うんうん、っていう感じですね。はい、いけそうなクエストは今エベルインライト、はい、行きましたね。来ました。うん、他あとはどこあるかな、どこあるかな。では魔、魔系に行きたいですよね、うん、魔王とか、まあ、できれば魔王の方が友情コンボとかに乗ってくるからいいですよね、うんうん、確かにバハムートとか魔王でいいんじゃないですかね、うん、確かに。そんなにギミックないですもんね。そうですね、ギミックも、うん、一応ダメージオールと重力バリア出てきますけど、うんうん、って感じかな、うん、あとはヌラリヒョンとか、うんうん、あの辺の時は魔王が多いよね。多かったですね、あとで、魔王なので、魔王だから、まあ、キラー M をうまく使っていけるんじゃないかな、うんうんうん、って感じかな。はい、うん、ってことですね。はい、ということでこちらは、うん、3時間ごとにこれしてくれるやつですね。はい、ギーナ降臨でございますのネカリでした。ネカリでした。じゃーん、似てる似てるね。では勝手だ、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。モンスト公式チャンネルをまだご登録でない方はぜひチャンネル登録お願いします。スマートフォンからご覧の方は動画の下にある登録ボタンをクリックしてください。PC、タブレットからご覧の方は画面内のこちらのボタンから登録お願いします。 X フラッグスタジオではモンストアニメや新タイトルのチャンネルもありますのでぜひチェックしてみてください。というわけでまた他の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。